ガンダムバーツ極秘輸送作戦。
たとえ戦艦一隻の攻撃といえども後ろからかかられればマクベとて慌てはしよう。しかしすでにマクベ隊の攻撃を受けて大破していると。いや、そう思われていてこの作戦もうまくいくのではないのかな、エルラン中将。なあマチルダ君、あとは君の隊がホワイトベースのエンジンを直せるかどうかにかかっているわけだ。はい、レヴィル将軍、たとえどれほどの傷であろうと。うん、それともう一つホワイトベースに届けてほしいものがある。連中はまたモルモットにされるのかと怒るだろうがな、ガンダムのパワーアップのメカのテストを連中にやらせる。ガンダム？これがその目録だ。はい。レヴィル大将、部隊編成の決まっていない部隊になぜそんなにまで肩入れをなさるんです？正規軍をテスト台に使えるかね。それにこれは参謀本部の決定でもある。
ガンダムのパワーアップパーツの全てを見てもらいましょう。はい、はい。